ヤギ、ウタアンテナ、ヤギ、ウタアンテナ、ヤギ、ウダアンテナは、アレーアンテナの一種。通常、ダイポールアンテナを素子としており、宇田慎太郎の主導的研究によって、ヤギヒデジとの共同で発明された。一般には、ヤギアンテナという名称で知られている、下記の歴史的経緯を参照。主にテレビ放送、FM 放送の受信用やアマチュア無線。 業務無線の基地局用などに利用される。一番後に反射器、リフレクタ、その前に副射器、給電する部品。ラジエータ、その前に銅波器、ディレクタの素子、エレメントを並べた構造になっている。図を参照。銅波器は棒状で副射器よりも短く、反射器は銅形状で副射器よりも長い。このアンテナは指向性があり、その方向は反射器から銅波器の方向になる。 なお、各素子の長さがそのまま送受信できる、周波数に対応していると説明されることがあるが、誤りである。ヤギ、歌アンテナと非常によく似た形の、位相差給電アンテナや対数周期、アンテナ、ログペリオディックアンテナ、通称、ログペリがあるが、これらは、原理が異なる、別のアンテナである。今日の超短波単位上の実用的な構成としては、 反射器は通常一素子を、同波器は複数を用いて指向性を鋭くアンテナの利得を高くするようにしている。副射器としては半波長ダイポールアンテナ、または折り返し、ダイポールアンテナが用いられる。垂直変波の場合は、スリーブアンテナやブラウンアンテナが用いられることもある。旧反射器、副射器、同波器を並べて指向性、利得を上げる設計は、 本来のダイポールアンテナの他に、ループアンテナ、ヘンテナ等にも適用できる。反射器の形状は通常左右定規対象にはなっているが、特に決まってはおらず、いくつかのパターンがある。電波を受信する際、素子数が少ないほど利得が小さく、近距離受信に向いており逆に多いほど利得が大きく、遠距離受信に向いている。一般的に放送区域内の極超短波。 UHF テレビ放送受信には中距離受信用14から20素子程度が多い。電解強度が非常に強い場合はそれより少ない素子数のものを用いるのアンテナをアナログっぱなしは地上3から10メートル程度の高さ。デジタル放送は地上10メートル程度の高さで受信。放送区域外の場合は遠距離受信用20から30素子程度場合によっては パラスタックアンテナのアンテナで受信する。なお、素子を増やせば増やすほど素子1本追加するごとの利得の伸びは小さくなり、それに加えて形状が非常に大きくなり、設置が困難となるため一般に市販されているテレビ、放送受信用の場合 VH で15素子、UHF で30素子、FM 放送受信用の場合10素子を超えるアンテナは、一般的ではない。かつては、 マスプロ電工で10素子用の FM アンテナ、FM10 を生産していた。しかし、指向性は鋭くなるため渾身防止などの目的で、これらの数を超える素子のアンテナが用いられることもある。反射器は、FM 受信用やアマチュア無線、防災無線用やギア,アンテナが大抵1素子であるのに、対し、テレビ用においては3から10素子、くの字や、円弧状に並んで立体構造になっている製品が、 多く、ダイポールアンテナの形状とは異なる、目や曲の字の形状の反射器2つを2枚以外のように、繋いだ、反射器も多く見られる。UHF アンテナを、真横から見ると、テレビの送信所と反対の方角を向いた矢印の、ように見える。主に放送受信用として利用されている、各周波数帯用のアンテナの種類は、FM 放送用、VHF ローチャンネル用、 VHF ハイチャンネル用、VHF マルチチャンネル用 VHF 全1から 12CHUHF ローチャンネル用、主に13から 28CHUHF、ハイチャンネル用、主に25から 62CHUHF、マルチチャンネル用、UHF 全13から 62CH、現在は主に13から 52CH などがある。また、 VHF-UHF 共用のアンテナも存在する。主に、関西地方や北海道大島地方など VHF と UHF の送信書が同方向の地域で利用される、他地上アナログ放送と地上デジタル放送の受信アンテナを位置化できるため、関東地方でも建てている世帯もわずかながらある。なお、VHF 用アンテナについては2010年夏に大手メーカー各社が 生産打ち切りを発表している。送信アンテナから近く十分に電界強度がある地域でも素子数の多いアンテナを使う方が良いことがある。ビル街や地形などによりマルチパスが生じている場合である。素子数が多いアンテナ指向性が鋭いのでマルチパスの影響を受けにくくなるからである。指向性を鋭くするには素子数の多いアンテナを使う以外に スタックを組む方法もある。水平面の指向性を鋭くするには水平スタック、パラレルともいうを組み、垂直面の指向性を鋭くするには垂直スタックを組む。水平スタックは例えば方角の異なる送信書との渾身をより強力に抑制するのに役立ち、垂直スタックは高所の飛行機などからのノイズを抑制するのに役立つ。スタックは テレビ受信用よりも防災無線やアマチュア無線などの素数の少ないアンテナに多く用いられている。また、集合住宅などにおいて一見すると垂直スタックだが実際にはテレビや録画機の接続台数が多くて一つのアンテナでは出力が足りないあるいは一時期地上デジタルとアナログを併用した都合で垂直にアンテナを2から3個並べて 出力を合流させずに別に配線している事例も見られる。ヤギ、歌アンテナの開発者である、ヤギ秀次博士が創業したメーカー、ヤギアンテナ株式会社、現在の株式会社日立国際ヤギソリューションズは、2013年11月末日をもって、テレビ受信用アンナと関連する大部分の製品について製造及び販売を終了している。その後も、 同社直営の通信販売部門で一部の製品を継続販売していたが2014年12月にホームページにおいて2015年2月27日をもって営業を終了することが掲載されたこのアンテナが発明される発端は当時ヤギと宇田が所属した東北帝国大学工学部電気工学科で行われていた実験にあった実験中に 電流系の針が異常な触れ方をするので原因を探求したところ、実験系の近くに置かれた金属棒の位置が関係していることが突き止められた。ここからこのアンテナの基本となる原理が発見され、1926年にヤギの出願により特許権を得たとされている。しかしながら、このヤギ特許の名称は電波思考方式であって、 上実のような基本原理とは承し,し得ない内容の特許である。実は、1924年に、ヤギ教授研究室で講師に就任した、宇田慎太郎が、多数の導体棒を配列して構成した、単波長アンテナの放射子構成測定によって、単波長ビームを発生させる、配列方法を解明し、1926年に、その研究成果を、ヤギ、 歌の連盟の英文論文として発表た。その内容が、ヤギ特許、伝播思考方式となっているのである。しかも、その特許の出願は、ヤギ単独名により、発明者名から歌を除外して、歌の知らない間に行われたという事実が記録に、されている。また、ヤギ、歌連盟の英文論文の前後に、日本語で発表された、単波長ビームについての一連の論文。 序文を含めて、計12編は、すべて歌単独名であった。こうした状況にもかかわらず、国内外の特許出願が、ヤギの単独名で出されたため、日本国外の人々にはとして知られることとなる。口実するように、日本では、日本国外からの情報により、ヤギ、歌アンテナが注目されるようになった経緯もあって、後年日本国内でも、事情を知る人たちが、 歌の功績も称えるべきであり、ヤギ、堺アンテナと呼ぶべきと主張し、最近の学術書その他では、ヤギ、歌アンテナと記述されている。元来、発明者名から歌を外して取得したヤギ特許は、現在の社会では容認されないような特許であると、批判されてもやむを得ない。なお、ヤギ、歌両名の発明についての情報は、外国では上述の連名文論文と、 歌単独名の一連の論文に基づいているのに、対し、日本国内では、専門外のフィクション作家の著書の内容による情報であったため、誤りが生じて混乱した状況になっていたが、最近ようやく正しい情報が認識されるようになった。欧米の学会や軍部では、ヤギ、歌アンテナの指向性に注目し、これを使用して、レーダーの性能を飛躍的に向上させ、 陸上施設や艦船、さらには航空機にもレーダーとヤギ、歌アンテナが装備された。しかし、ヤギアンテナ開発当時の1920年代には、大日本帝国の学会や日本軍では敵を前にして電波を出すなど、暗闇に超人を灯して自分の位置を知らせるも同然だと考えられ、重要な発明とみなされていなかった。1929年にはヤギ、 歌アンテナを使用した UHF の総受信機により、仙台大大、高森、松島間、約 20km での通信に成功。翌年にはベルギーで開催された、万国博覧会に出品された。このことを表す逸話として、1942年に日本軍がシンガポールの戦いで、イギリスの植民地であったシンガポールを占領し、 イギリス軍の対空射撃レーダーに関する書類を押収した際、日本軍の技術証拠が技術者の中に品質するヤギという単語の意味を介することができなかったというものがある。技術文書には送信アンテナはヤギ空中戦列よりなり、受信アンテナは4つのヤギよりなるといった具合にヤギという単語が用いられていたが、その意味は 愚か読み方がヤギなのかヤジなのかさえわからなかった。ついには捕虜のイギリス兵に質問したところ、あなたは本当にその言葉を知らないのか。ヤギとはこのアンテナを発明した日本人の名前だと教えられて驚嘆したと言われている。シンガポール占領から約4ヶ月後のミッドウェー海戦においてアメリカ軍はヤギアンテナを駆使して作戦を展開し、 大日本帝国海軍の連合艦隊に大損害を与えた。さらに後にはアメリカ軍が広島市と長崎市に原子爆弾を日本に投下した際にも最も爆発の領域の広がる場所、爆撃機から投下した原子爆弾の核爆発高度を特定するためにヤギアンテナの技術を用いた受信、レーダー機能が使われた。現在も両原爆のレプリカの金属棒の突起などでヤギ、 歌アンテナの利用を確認できる。なお、上記に書かれている日本軍でのヤギ、歌アンテナに対する認識や開発の遅れに関する、逸話は大日本帝国のレーダーの技術導入経路とヤギ、歌アンテナ自体の特性にも注視しなれば、より正確な認識が行えないことにも留意されたい。 日本のレーダー開発は1930年代後半に入って大日本帝国陸軍が防空を最大の目的に開始しているがシンガポール戦の前年の1941年に開発された懲戒パルスレーダーである超短波系回帰オツはナチスドイツからの技術導入で開発されたものでありアンテナには無指向性のテレフン剣型箱型と呼ばれるものや 大ポールアンテナが利用されていた。ヤギ、歌アンテナは強力な指向性を持つ。反面、反射器の設計が未熟な場合アンテナの後方にも、強力な電波が発射される問題。バックローブがあり、1万1バックローブ側の電波で、航空機、遊軍機も含まれるを探知してしまうと、測定結果が180度入れ替わって表示されるので、正確な補足が行えない。また、 水平方向を監視する哨戒レーダー、とりわけ艦船に設置する場合など、指向性と同時に、電波発射元の秘匿も重視しなければならない用途では、英米でも戦後にならなければ、ヤギ、ウダアンダを用いることができなかった。前述の英軍の対空射撃管制レーダーのような攻撃を目的とした射撃管制装置の場合、地上設置ではアンテナに行革を必ず取ることになり、大地が、 バックローブを吸収拡散する。また、航空機での固定航空機重症準レーダーの場合は、バックローブでの誤探知の問題は、敵機に真後ろを取られた状況くらいでしか発生しない、ため、紹介レーダーほど問題は大きくならない。このため、ヤギ、ウタアンテナを導入しやすかったのである。日本軍でのヤギ、ウタアンテナの導入の遅れで一番問題となったのは、 反射器の設計技術であった。日本軍はシンガポール戦の後、直ちにヤギアンテナの研究開発に取り組んだものの、ただ闇雲に阻止を並べてもバックローブの問題が解決できないので妥協案としてヤギ、ウタアンテナの後方に金網を設置して反射器の代わりとした。しかし、これでも送受信機の利得や出力に見合った性能が得られなかったので、 露客した英米の対空射撃レーダーを模倣して対処したが、英米の製品と比べ相当な性能の低下が生じた。金網反射器は艦船に搭載するものの場合、風圧、艦砲射撃の爆発も含まれるで、破損や変形を起こしやすい問題もあり、アンテナ自体の小型化が進まない要因ともなった。また、第二次世界大戦後期には連合国側、とりわけ、 イギリスでは、ヤギ、ウタアンテナは、万能ではなく、用途によっては、軍事利用には不向きであることにも気づいていた。ヤギ、ウタアンテナは、航空機に搭載する場合、素子が、突起物となって、空気抵抗が増大し、機体性能の低下を招く欠点があり、機体の最高速度が増せば増すほど、それに見合った大型で頑丈なヤギ、タアンテナが必要になる矛盾が生じるため、 イギリスではより小型のパラボラアンテナの開発に注力。対戦後期には空気抵抗の低下を最小限に抑えるレドームの技術開発にも成功し、重爆撃機による夜間の戦略爆撃に大きな成果を上げている。一方、マグネトロンによるマイクロハレーダーの技術が乏しかった、数軸国側の夜間戦闘機は、ヤギウ歌アンテナを機種に搭載して、運動性能が低下した。 夜間戦闘機で、連合国機とは、不利な戦闘を強いられることとなった。一方、宇田は、ヤギ、ウタアンテナの発明後は、その実用化を目指し、国内の近辺各地に自ら出向いて、意欲的な実験を続けた。例えば、九百三十二年には、坂田、飛島、約四十キロメートルの離島間での超短波通信に、こう九百三十三年には、低心症が、 我が国初の超短波公衆電話回線を、坂田、飛島間に開設した。この業績に対し、飛島の関係者の推薦により、宇田は第一回河北文化賞を受賞した。ヤギは1926年2月に、このアンテナで無線のエネルギー伝達を試みた。ヤギと宇田は、波のプロジェクター指向性アンテナに関する最初の報告書を公表した。ヤギは、 なんとか概念の証拠を実証したが、技術的問題として、従来の技術よりもより煩わしいことが判明した。しかし、1954年には、英文著書が出版された。この発明は、電気技術史に残るものとして、1995年に IEE マイルストーンに認定された。名版は、東北大学片平キャンパス内に置かれている。 日本でのマイルストーン受賞リストによると、贈呈式年月と受賞テーマ、括弧内は、対象年、期間及び受賞者が、次のように示されている。ここで、1924年と記されているのは、宇田が講師に就任し、多数の胴体防配列で構成した、単波長アンテナの放射子構成測定によって、単波長ビームを発生させる、配列方法の研究を開始し、 新しい成果を得た年である。2016年、平成28年9月6日に、国立科学博物館の重要科学技術史資料、通称、未来技術遺産の大002105として、世界最初の超短波アンテナであることを評価され、登録された。日本の固定テレビ向け地上波テレビ放送は、2012年3月31日に、 アナログ放送が終了し、デジタル放送に完全移行した結果、2011年問題を参照、VHF を使用しなくなったため、受信用の VHF と流共用タイプについては2010年8月末までに国内メーカー全社が生産終了した。ただし、VHF 対 FM ラジオ受信用の親木、歌アンテナは国内メーカーのカタログに現存している。 2013年6月、現在。ヤギが設立を構想した、東北大学電気通信研究所のシンボルマークには、ヤギ、歌アンテナが描かれている。宇田は、自身の墓に、ヤギ、歌アンテナを建てることを希望したが、遺族の意向により、歌家の墓の星に、ヤギ、歌アンテナの衣装を彫り込むことで代わりとした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。